待たせたな。さあ始まりました、日向坂で会いましょう。今日も元気な日向坂メンバーです。せーの、鏡餅。かわいい。割りたいですけど。さあ、いなかった加藤氏は4期生の体力測定見ましたか？見ました。どうでしたか？モンスター扱いさせたんです。足の速さが、はい、ということで今日は何をやるんでしょうか。お待たせしました。月で年女が決まるミッナイト第1回ラッキー。2023年に番組内で必ず何かラッキーなことが起こる権利が与えられる。去年の旅行でございますね。去年ね、やっぱり自分はラッキーガールだって思い込んでるとラッキーが、来るんですね。ちょっとスピリチュアルですけど、ね、でもそれは確かにそうだと思います。信じるものはね、って発表してラブ先生の占いで今年の運勢ランキング上位3名は予選免除で準決勝から参加してみます。もともと占いで運がいいっていうのは分かってますから、運いい方だなと思いますか？はい、富田さんやっぱ運いい。私はさあ続いて予選 C ブロックに出場するメンバーでーす。さあでは春日さん予選さあでは春日さんまずは1回戦10名中4名が脱落。それでは参りましょう。ミュージックスタート。よし。最新曲。開いてるぞ、ここが。開いてるぞ。ふみちゃん。一斉に座ってもらいましょう。せーの、お願いします。嫌な予感当たったんだ。やっぱり